こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。ベイカー先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日は、はい、どういう年になるのかっていうことを気にされている方多いと思うんですけど、まあ、特に2020年コロナが始まって、はい、2020年、2021年と、まあ、ものすごく変化に富んだ年になったと思うんですけど、まあ、それを踏襲して2022年はどうなるのかっていうことをお聞きしていきたいと思います。はい、はい、龍の信ちゃんに代わってお伝えしていきます、はい、2022年のテーマなんですけども、改めて変化に合わせるということを意識していただきたいと思います。まあ、この動画を見た時がその人のタイミングになるんですけれども、まあ、変化っていうのは受け入れていかなければっていうふうになりがちなんですけれども、まあ、そういう目の前にいつもと違うことが現れると怖いとかっていう感情がやっぱ出てきて、変化する、まあ、動くことに対する怖さっていうのがたくさん出てくると思うんです。そうなんですけども、あえてその体に対する変化でも仕事だったり、まあ、いろんな出来事に対する変化の予想外のことが起こったとしても、そこでちょっと萎縮して固まるのではなくて、あえて自分から飛び込んでみること、そのことが、その行動が怖さも多少軽減されるので、そこをあえて頭の片隅に置いて来年はぜひ行動していただきたいと思うんです。逆に、はい、動いた方がいいという時なんですか？はい、あの、うん、いつもいつも動くわけではないんですけど、うん、例えばですけども、うん、昔のトラウマだったり、うん、自分が気づかないところで、うん、なんでまたこの嫌なことが起こるんだろうって思った時に、うん、特にいつもしないことを選んでみるとか、うんうん、っていうのを意識していただいたらいいのかなと思います、はいはい、例えば具体的に。そうですね、例えばですけども、うん、苦手な人がいます、はいうん、その苦手な人の共通点ですよね、なんで私はこの人が苦手なんだろうって思った時に、はいうん、普通苦手な人って距離を置きたいじゃないですか、はいうん、距離を置きたいんですけども、うん、なんでそこまで自分が嫌がるのかっていうことを考えていただいて、 あえてちょっと喋ってみるとか、うんうん、ほんの少しちょっと自分から歩み寄ってみて、はい、あやっぱりこの人のこういう部分が嫌なんだなって、言葉が嫌なのか、その言論が嫌なのかとか、うんうん、っていうことを分かることで、うん、まずそこを分かると、はい、じゃあ自分はなんでそこがそんなに引っかかるのかっていうことを自分で掘り下げるきっかけになると言いますかね、うん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 、苦手な親戚のおっちゃんとにとる幸せとか、あ、そうですそうです、昔圧の強かった彼氏に似とるとか、はい、あだから嫌なんやわ、でも別の人やよねみたいなっていうことを、原因を自分で探ればいいわけ、はいうん、っていうことをあえて、うん、苦手やから近寄ろうまで終わるのではなくて、はあはあ、あえて自分からちょっと近寄って確認ですよね、うん、そういうことをちょっと意識していただいたらなおいいかなと思います。なんで拒絶なんかいうことやわ、ね、そういうことです。食べ物でも何でもって、はい、食べ物でも何でも原因が分かると、うん、あの楽になるじゃないですか、うんうん、すぐには改善できなくても、うん、少し自分の気持ちも楽になると、うん、じゃあちょっと試してみようかなっていう一歩踏み出しやすくなるので、そういう意味でも、はい、意識していただいたら、まあ、近づかんと分からんもんね、やいやいって逃げとったら確かにずっと分からんわね、はい、で、うん、そう逃げてると必ず追っかけてくるじゃないですか、うん、どこ行っても似たような人がまた出てきたりとか、うん、そういう意味でもあえて自分から少しちょっと近づいてみるっていう意識は持ってもらったらいいのかなと思います。はい、分かりました、はい、少し近づいて、うん、でそれでも嫌な気持ちになって余計に嫌な気分というか嫌なあの結果に なることもないですか、ね、そういう時はそれはありますよね、はいはい、で自分であまりにもひどすぎると自分で記憶閉じ込めてやっぱりその原因がわからないっていう時はぜひ相談してもらえたらいいかなとは思いますけども、なん、はい、でやろって思えばいいねんね、はい、なんでこんなに嫌なんやろって自分でちょっと問いかけて、はいはい、見ればいいっていうことなんですかね、はいうん、まあ本当に苦手な人っていうのがどこまで苦手なのかって分かって、付き合える範囲なのか付き合えない範囲なのかっていうのを分かるだけでも、うんはい、あこの人はやっぱり本当に合わないわって分かれば距離は置けばいいと思うんですけど、うんうんうん、でもその人がおることによって気づくことで自分が楽になればいいのかなと思うので、はい、その確認はちょっとしていただきたいかなと思います。分かりました、ありがとうございます。
や、仕事面についてはどのように過ごしたらいいですかね。はい、そしたらですね、仕事の方は急に舞い込んでくる話っていうのは決して悪い話ばっかりではないです。ただこれまでの経験が使えないってなってくるとやっぱり躊躇することも多いと思うんです。ただいくつになってもやっぱり挑戦することっていうのは心意気がその人の中に新しい風を吹かせるので臨機応変に対応することを楽しんでいただけたらいいと思います。あとは職人さんのようにね、こだわりの強い仕事をしていらっしゃる方とかはその仕事のやり方を変えるっていうよりも仕事を集中しやすい生活の仕方をちょっと変えてみるっていうのを考えたらいい時期なのかなと思います。具体的に言うとどんな感じなんですかね。例えばですけど、うん、その仕事の前にそういう方ってこだわり強い方ってルーティンがあったりとか、これをしてこれをしてから仕事を始めるとか、うんうん、逆に仕事終わった後に、うん、こうしてこうしてこれしてかって休むわとかっていう、うん、はいはい、結構こだわり強い方多いのかなと思うんです、うんうん、それをあえて順番変えてみるとか、うん、そういう感じでちょっと気分転換の感覚で変えてもらったらいいのかなと思うんです、うん、それがラッキーポイントなんですか。あえて変化を持たせるっていう意味では、お、はい、まあ、確かにね、自分からも変化を持たせていく、はい、っていうことをしてみたらなお楽しんで仕事できるのかなって思います、うん、それがこの時代の流れでみんなに当てはまることなんですかね。はい、例えばですけど普通に会社員してる方でも、うん、仕事してる時に決まった作業が増えてくるとは思うんですけども、はい、うん、その決まった作業の中でもちょっとこれじゃあちょっと順番変えてみようかなみたいな、そういうちょっとした思いつきですよね、うん、そういうのを大事にしてもらったらいいのかなと思うんです。うん、同じ仕事をしていても、うん、楽しみ方が変わってくると思います。例えばジム通っとる人やったら、はい、仕事終わってからジム行っとったけどジム行ってから仕事するとか、それもありだと思います。たまにそういうふうに毎日決め決めにしなくても、うん、ちょっと今日はそういうふうにしてみようかなっていうのはあってもいいと思うんです、うん、終わってからするのを先に持ってくるとかでも、でもいいと思います。簡単でいいですね、はい、自分のできる範囲で、はい、で、まあ、変えたら変えたでまたこれを続けなくちゃならないとかじゃなくて、うん、別にそこを無理しないで、はい、こういう日もあってもいいよねっていう感覚で心の余裕を大事にしてほしいかなと思います。それをこうしたらどんな風に変わるのか教えてほしいです。やっぱ仕事が楽しくなるとやっぱりいろんな意味で生活もメリハリが出てくるじゃないですか、うん、はい、そうなってくると、うん、いつも行かないとこに行ってみようとか、はい、うん、細かいところを変えていくことで、うん、人の流れも変わります。変わってくると分かることがいっぱい出てくると思うんですよ。そういう刺激をなんか取り込んでほしいなとは思いますね。はい、分かりました、ありがとうございます、はい、まあ、2022年は変化に富んだ年、まあ、変化を楽しむ、はい、で自分からも変化に飛び込んでいくっていう年だと思うんですけど、はい、まあ、それを踏まえて皆さんは2022年の、まあ、健康面についてはどんなふうに過ごしていけばいいですかね。はい、一言で言うと、まあ、過信はしないということですね。変化っていうのはどんなに小さい変化でもやはりストレスになると言いますか、ちっちゃなことでも本人が思う以上に体に負担はかかってるのは事実なんです。それはなかなか本人って自覚できにくいものなので、まずやっぱ睡眠ですよね。睡眠の質はやっぱ大事にしてほしいなと思うんです。睡眠の質が悪いとやっぱいろんな判断も鈍ってくるので、ちょっと寝室は特に意識してほしいかなと思います。もう具体的にどのように意識すればいいんですかね。はい、よく言う頭寒足熱ですよね。頭を冷やして足元を温める寝方、まあ、代表的なので言うと北枕、寝てる方角はもちろん意識してほしいですし、まあ、その北枕がどうしても難しいっていうのであればせめて東を頭にして寝るっていう、まずそこから大事にしてほしいですし、あと自分が寝てる場所がホッとできるかどうかですよね。そこが大事にできると、やっぱ体が一旦リラックスできる、やっぱりリラックスできる時間っていうのは皆さんあるようでないので、寝る時って一番人にもよるかもしれないですけど幸せ感じる時間なので、そこはちょっと寝室は特に大事にしてほしいなと思います。ただまあ例えばですけどお子さんと寝たりとかね、はい、一人で休んでる場合じゃない方もいらっしゃると思うんですけれども、例えばその子供さんに合わせた状態で寝てる中でも、着るパジャマを
自分の好きなものを選んで着るとか、うん、あとその部屋の香りとかですよね、うん、この匂いが好きっていうのを置いて休む、うん、そんな感じで自分の好みのものを一つでも置いてゆっくり休んでいただくことが寝ることも楽しみにできますし、うん、楽しみにできることでその日の疲れも取れやすくなりますから、うん、そこはぜひ意識していただきたいところですね、うん、はい、なぜ寝る場を楽しい風に持っていけばいいんですね、はい、うんうん、実際やっぱりあもう今日疲れてしまったから、うん、もう何もせんと寝るわ言って寝るのももう分かるんですけども、うん、少しほんのしばらくの時間でもあ寝るのが楽しみっていうかやっと寝れるっていうのを嬉しく思って寝れる方が、うん、なおいいのかなっていう気します。はい、ありがとうございます。わかりました、ありがとうございます、はい、一番多くの方が気にしているのが、うん、まあ、おそらく金運だと思うんですけど、はい、金運については2022年はどういった年になりますか。はい、お金の流れがすごい早いという印象を受けます。うん、まあ、入ってきても思わぬ出費が続いて、ね、付き合いとかあったりとか、うん、あなんか家電製品壊れたわとか、うんうん、出す予定のなかったものが出すことが多いっていうのってやっぱりちょっとびっくりしたりとか、あなんか疎ましいなと思ったりとか、うん、いろいろあると思うんですけども、必ず必要な分は必ず回ってくると思って妥協しないで物を選んでほしいですね。物を選ぶ場合は、うんうん、付き合いの場合も、まあ、ちょっとここはもうケチりたいなとかっていうのはあると思うんですけども、うん、その人との楽しい時間であれば遠慮なく、うん、存分に楽しんでいただきたいなと思うんです。それ楽しいと思って使うこと、欲しいと思って使うことがなお流れを良くしていきますので、うん、そこは特に意識してほしいかなと思います。はい、まあ、払えることにありがとう、うん、それでどんどん回していくよっていうイメージでぜひお金を支払ってほしいかなと思います。うんうん、ケチるよりは価値に重きを置いて、そうですね、はい、はい、うん、まあ、安いものでも自分がこれが欲しいと思ったものを妥協しないで選ぶって、まあ、裏を返せば妥協はちょっと減らしていくっていうとこを特に意識してほしいなと、うん、ついでに買っとくわとかそういうのはちょっと今は必要ないかなと思うんです、うんうん、例えばその地震の備えやったりとか、うん、どこまで準備したらいいんやろって悩む場合もあると思うんですけど、うん、自分の中ででもこれだけ家族が何人いたらこれだけ必要やよねっていうものは妥協しないで準備していただいた方がいいとは思うんです、うんうん、あとは定期的なお財布の整理ですよね、うんうん、受け取ったお金を入れるスペースって作っておくことがなおいいと思うので、うん、まあ、レシートちょっとなんか膨れてきたなっていうのあったらもうその日のうちに出していただくとか、うんうん、財布の中をやっぱきれいにしておくとお金も入りやすくなりますから、うん、はい、そこは意識して。私の財布、はい、すごいきれいなんですけど、はい、あんまり入ってこないんですけどどうしたらいいですかね。すんごいきれいなんですよ、はい、あとねお客様で、はい、すんごいレシートいっぱい貼ってるのにお金もいっぱい貼ってる人たまにいるんですよ、はい、そういう場合はですね、はい、人によると思うんですけども、はい、あえてその準備してるの入ってないなって思う時っていうのは意外に自分の中でわだかまりみたいなものが多かったりするんです、はい、あお金のトラウマやったりとか、はい、本当は欲しいはずなのに、うん、なんで入ってこないんだろうって思うのに必ず原因があるので、うんうん、お金に対してどう思ってるかっていうのを改めてちょっと確認する時間はあったらいいのかなと思います。でお金がパンパンに、レシートがパンパンに入ってるのにお金が入ってる人っていうのは、うん、逆にそのお金に対しての執着はないですよね、うんうん、だから入ってくるもんやっていう頭があるので、まあ、その方はその方でお金に対してはそんなに、うん、執着がないから回るもんやっていう当たり前の意識になってるので入ってきてるのかなと思うんですけど、うん、はい、そういう方でもあえてお財布はぜひ整理していただきたいなと思います、うん、はい、はい、あともう一つ、例えば普段からお財布に1万でも2万でも決まった金額を入れるっていうところをちょっと意識していただいて、はい、でその日のうちに例えば収入があって、はい、入ってきた時に、うん、余分なお金をちょっと別の財布に入れたり貯金箱に入れたりとか、うんうんうん、そういう癖もつけていくとなおお金は貯まりやすいかなと思います、うん、それいいかも、はい、入っとった分を全部なくなるんですよねえ、そうですね、よかすスペースでもいいわけや、はい、うん、でまた別のところにあこれだけ貯まったっていうものが
嬉しいっていうものがたまると、まだそこもお金を呼び寄せるきっかけになるので、うん、ただそういうのももう一つお金を貯める場所っていうのはもう一つ作っておいてもいいのかなと思います。うん、なんかあんまりめくらんところにピュッと入れとくとかね、はいはい、あそうせんとすぐなくなってしまいますよね。なくなりやすいですからね、うん、ほんのちっちゃなことでもちょっとこまめにしていただくとなおいいかなと思います、ね、うんうん、あとお財布はぜひお気に入りのもので、まあ、皆さん基本気に入ったものを買って使ってるとは思うんですけども、はい、例えば一目惚れした財布だったりとか、はい、あった場合、まあ、そういうのをってあるようでないと思うので、はい、あこれ欲しいって思ったものってぜひ自分の大事なお金を入れるところなので、そこをまた意識してもらったらいいかなとは思います、はい、うん、じゃあお金のわだかまりが強い人ってどうしたらいいですか？ご自分でわからない場合はぜひ聞きに来ていただければ、うん、はい、難しいところ大きいと思うんですよ、うんうん、あとはそうですね、簡単にできる方法として、はい、お金のわだかまりってもう大きく字を書いて、はい、もうそれ私の中で必要ないわって破るのも一つの手ですね。簡単にやっぱり字に書いてそれを自分で破るっていうのは、まあ、子供騙しに感じるかもしれませんけど、意外にやっぱりお金貯められない人ってそういうのも大きかったりするので、気分転換も兼ねてそういうのもやってみたらいいかなとは思います。だからやっぱそんな簡単にさ、やっぱわだかまりやるとさ、ポジティブになれん時に、はい、無理にポジティブな方に持っていくのって余計なんか混乱したりすると思うんですよ。苦しくなりますよね。なのでわだかまりがあるなって感じるたびに破っても大丈夫なんですかね？それでも全然大丈夫です、はい、必要ないですもんね、はい、やっぱり生活していく上で必ず必要なものなので、ぜひやらないよりはやった方が気分もすっきりしますし、じゃあ毎日やりますっていう、はい試していただいたらいいかなと思います、はい、お金が手元に少ないと何でも心寂しくなりますもんね。なりますよね、うんうん、なのでできることからまずしていただいて、はい、破ることと、あとお財布の整理はねいつでもできると思うので、はいはい、その日に使った分ちょっと避けるとか小銭だけでもいいですし、あとレシートは必ずその日に出すとか、その細かいところから少しずつお金を大事にしてるっていう感覚をお財布に教えてあげたらなおいいかなと思います。うん、じゃあ私の場合、はい、あの財布すごい綺麗なんですよ。でわだかまりが強いってことですかね？だと思います。わかりました。ぜひお試しください。はい、ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。はい、では。他に気になるといえば恋愛面だったり家庭面だったりと思うんですけれども、はい、そういった面はどうなりますか？はい、そしたら、うん、恋愛と家庭面に関してですけども、はい、あの穏やかに過ごせる年になると思います、はあ、それぞれが、はい、自分のペースを大事にして楽しんでいけるんじゃないかなと思うんです、はい、もし揉め事があったとしても、はい、それぞれの言い分はもちろんあると思うんですけども、うん、ぜひあの相手から話をさせて冷静に聞くことを心がけてほしいなと思うんですよ、はいはい、あの長い付き合いになるほど相手が怒るツボも分かってたりとかね、うんうん、で自分がもう先に喋ってなんせ自分の意見を言いたいみたいな気持ちにもなると思うんですけども、はい、うん、わざとそこをつつくようなことをするんじゃなくて押さえつけたりとかそういうことをしないで、はい、あくまで早めにお互いが納得するための話し合いを意識するっていうことでも、はい、まず相手から話をさせて、はい、冷静に聞いて自分の言い分をぜひ落ち着いて伝えてほしいなと思います。わあ、私にはきつい年になりますねそうですね、あの人によっては、はい、なんせ自分が先にね喋りたいっていう人も多いと思うんですけどきついっすね。なんですけど、はい、一言でもぜひ相手にまず喋らせてから、はい、ご自分も喋るということを最初から押さえつけるんじゃなくて、うん、一言まず相手に喋らせてからっていうのを意識してほしいかなと思うんです、はいはいはい、あ、わかりました、はいはい、で出会いを求めている人に関しても、はい、相手の見た目とかばっかりじゃなくて、はい、話し方だったり、うん、会話が自分にとって心地いいって思うところを意識して、はあ、自分から話しかけていただきたいかなと、はあ、うん、やっぱりあの自分から動かないとね出会いっていうのはなかなかないと思うんですけども、ね、ちょっとしたところで喋ったりした時に、あ、この人のなんか喋り方が好きやなとか、うん、あ、話が合うなとかっていうところを
特に意識していただいて、はいはい、見た目よりもちょっとどっちかっていうとそっちを重視してほしいかなと思うんです、はい、うん、そういう意味でも先ほども言いましたけど睡眠の質、うんうん、を良くしていただくことが、はい、冷静に相手のこともまた見れやすくなりますので、ぜひ体を大事にしつつ出会いを求めていってほしいかなと思います。あ、お話ありがとうございました、はい、質問があるんですけれども、はい、よろしいですか。はい、はい、まず2022年は、はい、経済面ではどのような年になるのかお聞きしてもいいですか。うん、気になりますよね、はい、いろんな意味で本当に発展していくと思います。そうなんですか。はい、はい、なんて言うんでしょう、新しい事業だったり、うん、いろんなものが目新しいものがまだまだ増えてくるのかなっていうふうに見えますね。うん、うん、例えばそうですね、例えば新しい商品だったりとか、うん、こういう便利なものができたんだとか、うん、っていうものだったり、うん、新しいシステムっていうんですかね、うん、物の売り方が変わるとか、うんうん、いろんな意味でまた今まででも結構いろんなものが出てると思うんですけど、はい、さらに枝分かれするようにいろんなバージョンが出てくるっていうんですかね、うん、まだまだこの辺はいろんな分野が広がっていくのかなとは思います。そしたら楽しみですね、はい、うん、いろんなものをちょっと見ていただいて、うん、自分に必要なものってどういうものなんだろうっていうのを比べるものがすっごいたくさん対象出てくると思うんですけども、またそこも自分の中に取り入れていくことで変化に合わせるっていう意味でも、はい、いろんなものを試してみてもいいのかなとは思います、うん、じゃあ停滞していくものがちょっと新しく光させて流れ変わっていく年やって受け止めればいいんですかね。加速はしていくと思います、ね、ああそうですか、はいはい、じゃあビジネスマンにとってはいい年になるんですかね、はい、いろんなことをぜひチャレンジしていただいたらいいのかなと思います。はい、分かりました、ありがとうございます、はい、もう一つ質問いいですか。はい、コロナについて、まあ、多くの方が気にされてると思うんですけど、はい、2022年は、まあ、コロナ面ではどういった年になりますか。正直もう一波二波はあるのかなっていうふうには見えます、はい、ただこれだけ長い期間、うん、皆さん気をつけて対処してきたわけですから、はい、必要以上にちょっと恐れずに、ただ気をつける部分はもちろん気をつけていただいて、はい、対処していけばいいのかなと思うんです、うん、はい、その中でもやっぱり人との関わりって難しくなるじゃないですか、はい、まあ、あのオンラインとかで便利にはなってますけども、はい、ただやっぱり直接会うことって難しくなるときに、うん、どうしてもこう一人でこもりがちになりやすくなるとは思うんですけども、うん、あえてその便利な時代やからこそ、うん、いろんな人とつながって、はい、自分だけじゃないんやってことをぜひ確認しつつ、はい、人とのつながりはさらに大事にしてほしいかなと思うんです、はいはい、例えばその一つのところで、うん、人とお話しして、はい、まあ、最初から自分と会う人って見つからないかもしれないですけど、じゃあちょっと一つ横ずれて、うん、こっちの人と喋ったらお話が合うわっていう人だって必ずいるわけですから、うんうん、何もできない言って閉じこもらないで、うん、ぜひ活動的、あのオンラインを使ってでも活動的にちょっと動いてほしいかなとは思います、はい、情報を知らないと逆に怖いこともいっぱい出てくるときに、はい、まあ取り込みすぎてもっていうのはもちろんありますけども、はい、ただ自分の中で処理しきれないって思うときは必ず声を出して外に助けを求めてほしいかなっていうのはすごい思いますね、はい、便利な時代やからこそぜひそこを使っていただいて、はい、人との関わりを大事にしてほしいと思います。はい、はい、分かりました。はい、2022年は、まあ、変化に富んだ年になるということで、変化を楽しみながら、まあ、自分を変化を持たせながらいろいろやっていく、はい、ではいいっていうことですかね、はい、あえて自分からあの変化を起こしていけばいいってことですかね、はい、そういうことですね、うん、はい、分かりました。ベガ先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。